皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今回もエンちゃんとアームやっていきましょう。まあ、前回はね、まあ時舟怒らして、で次はさやかを怒らせるのかなっていうね、まあやっていきましょう。まあ、この中やねんけど、でね、前回からちょっとゴーレムとかもね、買い集めときました。まあ買っただけなんですけど、まだ構成はしてないんですけどね。もうイベントが始まる。お、ライガー？とりあえず、さやかさんの家に行こうぜ。おう、そんだけ、あ、そんだけやったまあこれやったら、とっても取らんでも一緒やったね。まあ別にいいか、シャル。あれ、こっちか。ちょい。待てい。こっちやね。確かね。はい。取ってからね、だいぶちょっと時間というかね、日にち経ってもうたんで、ちょっと遅れてると思います。さやかさん、さやかさん、いる？留守みたいだな。謹慎を命じられているのに。そんなわけないと思うけれど。でもさ、好都合じゃない。今のうちにパッパと修験場に行く参謀を通っちゃえばさ、余計な争いも起きないし。そうね、騙すみたいでちょっと気が引けるけど。いいよ、平和が一番ね、ライガさん。ライガさん、やむを得んか。ライガさん、今何か言った？いや、なんでもない。それより、修験場の入り口の前の祠で鍵を使えば門が開くのだ。行くぞ。おう。やむを得んって何？まあ一旦ちょっと VP 解説させていきたいと思います。この里に来る道中でね、結構敵と戦ったんで、VP賞しとったんで、よいしょ、行こう。確か向こう側でしたね。向こう側ね。前々回かな。で、なんかこの中探索してね。確か、あ、そう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 、思い出してきたよ。思い出してきた。あ、こっちから行かれん。あ、行かれん。ちょっと間違いできそうになるわ、ほんまな。違うところ。まあ、やっていこう。階段も登って。ほんまに。そういや、こっちなんかあったっけ？気になんねんけど。あ、もしかしてこっちからなんか、隠し通路的なものがあるんじゃない？そんな気したなんとなく。なんかそんな気がした。なんかそんな気がした。これ入れんのほんまに。ちょっとなんか、さやか線とかないやろな。閉ざされている。開く。え？ああ！そういうことか。そういうことけ。そういうことけ。あ、なんでって思ってんけど、今ね、うん。こっちやね。多分こっちやね。うん。ちょっと俺、分かってなかった。すまん。さてと、この祠の中にある台座に鍵をはめればいいんだな。そうね、そのはずよ。よし、じゃあ中に入ろうぜ。で、中でさやかが待ってるってことか。台座、台座、どう？お、あったあった、これだ。よし、鍵をはめるぞ。修験場の鍵を使った。うん、これでいいはずだな。外に出てみましょう。きっと門が開いているはずよ。どうしたん、ライガー？え、何？ああ、開くのね。なるほどね。開いた、開いたよ。やった、いけるわ。よかった。時宗から行くな言われたけどね。まあ、あんな奴の言うこと聞かんでもいいよ。あのみたいなこと言うやつね。言葉。修験場へつながる三門が開いたわね。これでようやく秘術を学びに行けるな。いいえ、それはまかりなりません。あ、門を通るのはまかりならぬと言ったのです。さやか、
来たのですね。さやか、私は。これ以上、何を語ることがあるというのです。修験場に行きたいというなら、私の刀の錆になる覚悟をされるということですね。さやか、私の話を聞いてくれ。ライン、もう、語ることはないと言っているでしょう。私の覚悟は定まっています。あなたはあなたの主のために、私の主のために、騎士と侍としての誓いを果たすのみ。違うよな。私は騎士としての自分を重んじるあまり、王冠を失った。だが、同じ過ちを二度繰り返す、愚かではないつもり。ざれ言を、そのようなこと、叶おうはずもない。もはや、問答は無用。参る。いや、来た、さやか戦か。君は来るかなと思ってたけど、やはり来たね、ここで。え、これ買った後どうなんの。ちょっと嫌やね、嫌な予感がすんねんけど嫌な予感がすんねんけど。甘いっきゃ。最初は適当に。よいしょ、参る。参られた。いや、ヘボかったよ。だいぶヘボかった。ヘボくない、ヘボくない。訂正する。反撃、すごい。棒、槍の達人。部活に手を出せば、手痛い反撃を受けることになるでしょう。気をつけてください、カリン様。気をつけるところで無駄ですよ、ライガ。ダキシのつぼめ返し。デスクミル見極められるような技ではありません。技ではない。ちょっと待って、じゃあこれはどこなる。スタンピードフレアをここでちょいと使ってみよう。で、ムーンサルト、ムーンサルトトリガー、ライガー、何行こう、何行こうやろ。これこれか、ファイアースクラウドか。ハイワイドシュート、どうしよっかね。あれ、ちょっと待って、あ、これ廃墟ダンスやっとこう。よいしょ、暴れろ、ストーリーゴフリア、沈みになっちまえ。浮いちゃうぞ。うん、弾けて消えろ。お前に弾けて消えろって あかんけどな、あかんけどな。ああ、そういうものか、なるほど、理解した理解した。癒しの力、よし、キン痛い、結構痛い。なるほど、理解した。ハイポッドショットで、あれ、ああ、間違えた間違えた。で、こいつをハイキューダンス、どうだ。あれ、あ、そうか、まだあそこに行ったまんまや、忘れとった、ごめん。これあかん。え、そう、そうなっちゃう、そうなっちゃうやな、これ。ちょっと待って、カム、蘇生やろ、蘇生やろ。戻ってこい。ありがとう、助かった。ナイス、礼を言う。なに、その構えは。桜もそうか、レール、あなたの手が強い。私の最強の技を持って当たらせていただきます。お覚悟。いや、待って、
よっしゃ、これは一旦これする。これをこれで、あ、じゃあムーンサルトトリガー当たらん。ムーンサルトトリガー当たらんよって。ちょっと、あー、やってもうたって。あー、これもあかん。X カッターじゃい。最強ダンス。よっしゃ。行くぞ。いや、いけた。よっしゃー。あぶねー、サンドロゾー来るな。あぶねー、マジや。来る前でよかった。さあ、ダイマ、とどめを刺すのです。できん。なぜです？私は命を落として止めると言ったはず。自らの言葉を違えるほど落ちてはいないつもりです。私とて自らの言葉を違えるつもりはない。言っただろう。カリン様への誓いも、お主への思いも、どちらも捨てるつもりはない。そんな都合のいい話が叶うはずはないと。なぜ叶わぬと言い切れる？私は時宗様の命を守らねばならぬのです。私は考え違いをしている。どういうことです？私は主を捨てろと言っているのではない。主を捨てぬ限り、あなたと共にはいけません。なぜだ？時宗様はあのようなお方、戦に終わり和睦が済んだとは言え、一度染みついたロンドンシティへの憎悪の念を消せるはずもありません。私とあなたの仲だと許しが出ようはずもないでしょう。そのような状態が正しいと思っているのか？それは。ならば、なぜ時宗様を正そうとしない？主の言うことに、いいダクダクと従うのが、お主の忠義なのか？そうだよ。それは。私たちは、ここを通る。もし殺したいのならば、お主のその忠義に従い、切るがいい。カリン様、参りましょう。いいの？良いのです。じゃあ、ごめんね、サヤカさん。わあ、サヤカちょっと止めてね。付き合わず。今少し、楽でいられたもの。楽でいられたんや。私は一体、どうすればよいのでしょう。自分で決めろ。考えるのはあれから自分で決めろよっていうな。ねえ、ライカさん。なんだ。あれで、よかったの？きっと分かってくれると私は信じている。そっか、そうだよね。ああ、うん。それよりも、お前は秘術の習得のことに集中しろ。そっか、そうだよね。元はといえば、そのために来たんだった。よし、頑張るぞ。で、ライカさん、修験者ってどこにいるんだろう？そうな、このまま山を登っていけば、じきに会えるのではないか。ああ、適当だな。適当やな、お前。吹っ切れてるな、二人とも、なんか。怪しい男の友情だわ。怪しい男の友情かよ。っていうか、愛情かも。愛情やと。ユキンよ、はい、エアロペンを手に入れた。お、なんや、ちょっと気になるよ。まあ、スキル見ていこうな。勇気やろ、習得、スキル、ハイエアロペイン。体内の時に風のエーテルを放つ。中、中、目かな。ちゃんと言われへん。あんまり使わんこと、使わん感じやから。生きていく上では。泣くっていう感じを使うとも分からんけど、他は使わんやろ。
え、どういくん、これどういくん、え、な、これどういくん、あ、ここは焦った、一瞬これ橋がないように見えたって、あ、僕発見、3000タブレット、いいね、あ、そうそう、一応ね言うの忘れてたけど、山道の方かな、山林の方かでね、まだ行ってないところがあったんで、行ったらね、いろいろ5000タブレットあって、あと侍の子はね手に入れました。で、あともうちょっと奥の方行くと、なんかだいぶ前にね、なんか戦った記憶のあるものと同じようなね、空砲したやつらがいたんで、やつらだ、一人だけなんだ、やつらじゃん、そいつがね、ちょっとこれは戦ったらあかん、危うくちょっと戦う押しかけた、結構強そうな敵やったな、よっしゃ勝ったぜ、それがねちょっとやばいかなと思って、そのままリーしてこっち来てるんですけど、まあね、なんかちょっと どっち行ってんの、あー、どっちも一緒や、え、うん、いいやろな、あれ、ちょっと待って、ちょっと結構強いよ、敵ね、甘いきゃ、野菜結構強いのよな、暴れろに、あー、君だけさ、結構強いもんがね、痛い、でもってや、一マス下がらされる、じゃあ嫌やねんな、はい、よっしゃい、よし、どんどんこの調子でいこう、獲得 SP はあんま変わらんね、さっきと、どこ、え、こっちか、え、どこ行きゃいい、これあのまま向こう側に行った方がいいよな、コア持ってるやつ敵おるからさ、こっち行った方が良さそうや、で、あいつと戦わせて、あえい、ヘイヘイヘイ、モロだもんって感じなの、敵出てくるタイミング素晴らしいね、よっしゃ、もっと一匹狩るのだよ、4人で当たらんと上がるからな、結構きついねよ、あ、ほんまにこいつや、こいつ戦う伏見御前的なゴーレムじゃねではないかな、なんかそんな感じする、で誰もダルマヘボンですよ、よっしゃい、まだ後ろに、あいつが本体、え、なに、うわ、復活させるのか、もうやる気を捨ててくる、ちょっと待って、うわ、何か回復したやめて、よっしゃ、よし、ナイス、おー、やっと、よし、ナイス、暴れろり、どうしよう、どうしよう、どうしよう、待って、今あったかいのか、やべえ、終わらんこれ、マジで終わらんねんけど、どうしよう、よいしょい、あーいいね、あいつはあいつだけ、でもまだ回復させられる、もう終わらんやんかこれ、ちょっとあんちゃん、もうやめて、もうよし終わった、ようやく終わった、ようやく終わった、長かった、だいぶ長かったよ、ゆずり箱は、あ、ゆずり派って言うんやん、
ああ、この下か。行くとこどこかわからんねんけどさ、一応いろんなとこ行ってみるけど、間違えてたらすんません間違えてたらすんません。え、こっち何、え、合ってんのこれ。ちょっと怖いんやけど、ほんま。え、なんか並木道入ったけど、え、渓流、え、いや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 、え、渓流は、あ、え、待って、よっしゃ、ハイリカバーボディ、あつま専用。あ、成長ちゃん、成長ちゃん、スキル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 習得でスキル、ハイリカバーボディ、自分の HP と EP を中回復を、やば、これやばビースこれはいいね、マジでいいね。スキル装備しておこうなら、今のやつね。スキルやんね、今ね。パラメータ 50% アップよりだいぶいいわ。あれ、あ、ハイリカバーボディあった。これはいいわなあ、だいぶいいんちゃうので、これで行くところは合ってた。だがこっちではないってことはやな。よっしゃい、よいしょい。で、向こう側やね。向こう側から降りなあかんねえな。それがわからんかったからな。よいしょ、おしゃい、よいしょい。あと1個、あ、こっちだ。で、ここでなんか作れる？ゴーレム。お、サムライいけるやんか。作っとこなら。合成する。譲り派。こいつのちょっとステータス見てみたいと思うんですよ。見てみたいんですけど、ライト、あ、なるほど。そういうやつか。可愛らしいゴーレムやな。可愛らしいとか言ったら、京都の将軍を思い出すんだけどね。時宗を、そばで使い取ったゴーレムの忍者だ。愚かに見て。全然愚かにね。あれね、すごい。やばいやろ、ゴーレムで癒されてる。いや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 、しかも昼寝るときに、なんか耳に掃除してもらうのが考えてるというとかね。それにしてもすごいね、それは。渓流、え、こ、あ、こっちだ、こっちが合ってたところなのか。あれ、え、ちょっと待って、あ、こっから出るわ。え、どうだいっしょあれ、え、これ行き止まりじゃね。ちょっとしたところにちゃんと目配ればあったわ。行く道ね、行く道。ちょっとびっくりしたいな。よし、じゃああとはこいつらか。なかなか本道だいぶきつそう。奥よ、深そう。どこだよね、山やし。よっしゃい、あ、また早い。終わった、早い。まあ今回はならここら辺までにしといて、次回この先行きましょう。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。ではさらば。